サビニの女たちは、フランス、新古典主義の若ジャック・ルイ・ダビットが1799年に描いた油彩絵画で古代ローマ創生時のサビニの女たちの略奪という伝説的エピソードを題材としている。ダビットがこの作品の構想を練り始めたのは、1795年、彼がリュクサンブール宮殿に収監されている時だった。フランスは、 恐怖政治とテルミドールのクーデターに至る内戦を経た末に他のヨーロッパ諸国と交戦中でこの時期ダビッドはロベスピエールを支持したため収監されていたダビッドはサビニの女たちを主題にするかホメーロスがギリシア人に宿を暗唱している場面にするかで迷っていた最終的に彼はサビニの女たちがローマ人とサビニ人の間に割って入る場面を選び ニコラ・プッサンのサビニの女たちの略奪のその後を描写することにした。1796年、別居中の妻が刑務所に彼を訪ねた後、ダビッドは絵の作成に取り掛かった。彼は妻に敬意を表するため、愛は対立に勝るという主題を物語るという着想を得た。フランス革命で血が流された後に、 人々が和解するという願いを読み取ることもできる。彼は、その実現に余年を要した。この作品は、サビニオ、ティツスタティウスの娘で、ロームルスの妻にされたヘルシリアが、血の巫女を連れて、夫と父の間に割り入る場面を描いている。狂犬なロームルスは、後退しかけたタティウスを槍で突こうとするが、躊躇している。背景に露出しているのは、タルペイヤの岩で、 反逆罪にはこの岩から投げ落とすのが処罰だったことから内戦に関連している。伝説によれば、タティウスがローマを攻撃した時、カピトリヌスの丘の砦の長官スプリウス・タルペイアの娘で、ウェスタの諸女のタルペイアが裏切ったため、あと少しでローマは占領されるところだったという。タルペイアは、サビニジンが腕につけているものの見返りに、都市の扉を、 サビニ人に開いた。彼女は金の腕輪を得るつもりだった。代わりにサビニ人は自分たちの腕につけた盾で彼女を圧殺し岩から投げ落とした。これにより岩はタルペイアの名で呼ばれるようになった。1799年、ダビッドはサビニの女たちをルーブル宮殿で展示した。1805年までに 大勢の訪問客が代価を払ってこの絵を鑑賞した。ダビットを含めた画家たちがルーブルグから追放された後、作品はクルニーの古い教会に収められていた。ダビットはこの教会をアトリエとして使っていた。1819年、彼はサビニの女たちとテルモピュライのレオニダスを王立博物館に1万フランで売却した。 1977年初頭、フランスはダビットの描いたヘルシリアの顔を描いた普通切手のシリーズを発行した。ありがとうございます。